はい、です。今回ですけども、今回の動画はね、18位の1本目の動画なんですけども、今回は、まあね、ちょっとサムネとタイトルにある通り、福袋にね、ついてちょっとお話ししていこうかなと思ってて、で、まあその前にね、ちょっと今の状態は、寝起きなんですけども、ね、この動画はね、成人式の次の日に撮ってて、でね、成人式とか同窓会行って、いろいろ終わって、でそこからまた寝ないで撮影したんですけども、普通に何ちょっとやっぱりさすがに、2日間ぐらいそのオールでずっと来てたんで、やっぱりさすがに寝とかないとまずいなと思ったんで、いろいろね、深夜ぐらいもいろいろ撮影して、まあ、ちょっと仮眠して今なんですけども、でね、ほんまに今マジで寝起きの状態で撮ってるんですけど、もういいやと思って、でね、成人式とか普通にね、ちょっと髪型もね、少しワックスとかつけてて、それでね、もう昨日もね、なんかもう撮影いろいろした後、なんかお風呂入るのめんどくさくなっちゃって、普通に少し仮眠したっていうね、お風呂入んないで仮眠しちゃって、でワックスとかつけたままだったんで、こんなね、なんかめっちゃ固まりながらボッサボサみたいな感じなんですけど、みんなありますか、そういう経験、ワックスつけたまま寝ちゃうっていう。僕ね、たまにあるんですよね。でそういう状態で、まあ、成人式の次の日なんですけども、めちゃくちゃ楽しかったですね、成人式は。普通に、まあ、成人式の動画ね、昨日上がってるんでぜひ見てほしいんですけども、今回ね、まあ、その福袋についてのお話ということで、まあ、何を話すかっていうと、まあね、普通に僕が思ったことを率直に話そうかなって思います。はい、でね、まあ、その前に、僕はね、いつもね、言わさせてもらってるんですけども、僕のチャンネルは1日2本投稿していまして、18日に1本目の動画、21日に2本目の動画、そして、僕のチャンネルは他の YouTuber とちょっと違くて、この1本のチャンネルでメインチャンネルに上がるような動画と、サブチャンネルに上がるような動画を、この1本のチャンネルで上げています。そして、18日に上がる1本目の動画がサブチャンネルに上がるような動画、で、21日に上がる動画が、僕のこのチャンネルのメイン動画がね、上がるんで、ぜひね、このチャンネルでね、ぜひね、この動画でね、僕のこと知ってくれた方いると思うんで、今日もね21の動画上がるんで、そちらの動画もねぜひご視聴お願いします。あとそしてね、チャンネル登録もねぜひしてもらえたら嬉しいなって思います。はい、ぜひ。でね、その毎日投稿で毎日2本で動画上げてるということで、1日ね2本動画見れるんで、ぜひね、いろんな動画上げてるんで、そちらの方もね、ご視聴お願いします。はい、というね、まあじゃあ福袋の話していきますか。ちょっとその前にね、さすがに、体が疲れすぎてると思ったんで、ヤクルト飲みます。ヤクルト、いただきます。これガチでさ、ヤクルトうまくない？うますぎ。ヤクルトじゃないよ、これピルクルだ。まあ、ヤクルトか。ヤクルトうまいんですよね。僕はね、2本飲みます。一気に。一気に2本飲みタイプ。みんな何本ですか？うまっ。うますぎるわ。あ、体に効くわ。はい、というね。まあ、ここからね。この動画終わってからも僕ね、1個撮影あるんですけど、今日の動画なんですけど、それはね。で、あ、じゃあ行くか、福袋の話ね。なんかね、コメントでね、いろいろ福袋を買う動画見たいですとか、福袋の動画あげないんですかっていうね、まあ新年だから、まあ、そういう時期というかさ、多分あると思うんですけど、なんかそういうね、なんかそういう福袋の動画とかあげないんですかみたいなのも、いろいろ来たんですよ、コメントで。で、僕ね、考えました。まあ、僕、コンセプトというか、僕の買い物の方法とか、まあ、いろいろモットーがありまして、心がけてること、まあ、YouTube で、まあ、こういうふうにね、配信してるからこそ、まあ、YouTube で配信しなくても、配信しててもね、どっちもなんですけども、でも、YouTube で配信してるからこそ、僕は、絶対に自分が欲しいものを、買って皆様に配信するっていうところを心がけていまして、これどういうことかっていうと、まあいろいろね、僕ね、購入品の動画とか、それこそ買い物に行く動画とか、買い物の一日みたいな動画も出してると思うんですよ。でね、その時に、例えばじゃあ買い物の一日で、例えばアウトレット行きますと。じゃあアウトレット行って、買い物行きます。そういう動画で、例えばもうもしね、何も欲しいものがなかったですと。そしたら僕さ、何も欲しいものがなかったらさ、今日は買えませんでしたって動画終わるじゃないですか。それって、
なんかなんていうの、変えてないからさ、なんか買い物の動画って言っていいのかっていうところちょっとあるじゃないですか。でも僕はそれは、まあ、本当に僕はね、本当に全てリアルでお届けするんで、買い物に行く動画で欲しいものがなかったら買えなかったで僕はいいと思うんですよ。逆に嘘ついて、何これ欲しくないのに、動画にしなきゃいけないから、別に欲しくないもの買って、欲しかったやつこれですって紹介してた方が、それこそ僕は視聴者さんに嘘ついてるから、それこそなんかダメなんじゃないかなと僕思ってるんで、たまにさ、買えなかった時もあるじゃないですか、僕そういう買い物動画とかで。そう、それと同じで、例えば僕福袋を買いたいって思ったことがないんですよ、正直言っちゃうとね。なんでかというと、何入ってるか分かんないじゃないですか、それこそ。で、まあ、好きなブランドとかいろいろありますけど、好きなブランドの中でも何、別にこのアイテムは欲しくないとか、このアイテムの系統は別に僕好きじゃないよっていうアイテムっていろいろあるじゃないですか。そう、だからそう思った時に、なら別に別々で1個ずつ買った方がいいなっていう、ちょっと僕思いっていうか考えもありまして、福袋の動画撮ろうか迷ったんですけど、ちょっとね、みんなね見たいっていうコメントもあったんですけど、ちょっと今のところ福袋の動画は、まあ、あまり考えてないというか、まあ、それこそやっぱり僕の心がけてる買い物の方法とはちょっと違うかなと思ったんで、今は考えてないんですけど、でもね、まあ、YouTuber として皆様にね、楽しい動画をお届けするにあたって福袋の動画見たいっていうコメントがあったからこそ、まあ、やりたいなっていうのもちょっと思ったんですけども、だから、まあ、そういういろいろ葛藤があったりして、もしかしたらまだ福袋とか売ってる時期だとは思うんで、好きなブランドとかで買う可能性はまあゼロではないんですけど、まあまあでもね、僕ね、福袋を開ける動画ってさ、まあ福袋の中身っていっぱいいろんなアイテムあるじゃないですか。それぐらい僕ね、個別で買ってると思うんですよ。でそれを動画にしてるから、ある意味ね、福袋の量、入ってるアイテムの量ぐらい僕はね、その個別で購入紹介単品でしてるんで、まあそれぐらいね、福袋と同じぐらいの、そのなんていうの、楽しさの量というか、それはあるとは思うんですけど、やっぱり福袋ね、まあ、いろんなね YouTuber さん福袋動画上げてますけど、僕一個思うんですよね、お前本当にそれ欲しくて買ってるんかって思うんですよ。どういうことだっていうと、お前 YouTube のためにそれ上げてんのかみたいな、再生数取りたいからそれ上げてんのかって思っちゃうんですよね。なんかやっぱりね、福袋って新年だとやっぱり数字取れるんですよ、でいろんな YouTuber が、例えばここのブランドで福袋買いましたとか、いろんなねブランドで買ってる人いるんですよ。お前本当にそれ欲しくて買ったんかって思っちゃうんですよね。 YouTube のために買ったんじゃねえかって、お前それ YouTube でどうせさ、動画アップしてさ、福袋開封してさ、でいらないアイテムさ、お前どうせ友達とかにあげてんだろ、お前使わないでそこら辺に置いてんだろ、そういう話やん絶対。なんならさ、お前それ YouTube すんなよって思うんだよね、なんならお前買うなって思うんですよ。欲しくないものをお前 YouTube で動画上げんなって僕はそう思うんですよね。お前視聴者さんに嘘ついてまで数字取んなって、マジでほんまにね。だから僕もね、そういう気持ちもあったからこそ、僕もね福袋やってほしいというコメントあったけど、僕がそう思ってるからこそ、他の YouTuber に、他のね、その福袋を上げてる動画の福袋を動画にしてる YouTuber に対してそう思ってるからこそ、自分もあげたらそこですね、そっち側になっちゃうというか、自分に嘘ついてるっていうことにもなっちゃうんで、ちょっと迷ってるんですけど、まあでも本当に欲しいブランドで、まあその1回ぐらいいいかなって思ったらやる可能性もあるんで、そこら辺はねちょっと覚えておいてください。でね、福袋に対しての気持ちはそういう動画で、そういうね感じでした。はい、まあいろいろ福袋の動画見たいっていうコメントもあったからこそ、じゃあちょっとここで話そうかなっていうこともあったんで、まあ、ちょっとね新年明けて時間経っちゃったんですけど、まあそんな感じですよということで、まあね、福袋をね、動画にしてる YouTuber さん、本当にお前それ欲しいんですかと、今すぐ、自分にね問いかけてください。絶対欲しくないでしょ。1個ぐらい欲しいのあったとしてもさ、いろんなブランドで何個も何個もさやってる人いるでしょ、お前本当にそれ欲しいんかな。はい、ということで、じゃあ、今度はね、
終わろうかなと思うんですけども、もしかしたら福袋ね、結構ね、コメントあったんで、自分の好きなブランドでやる可能性もなくはないんで、それはね、じゃあちょっと覚えておいてくださいということで、まあ僕はね、福袋の入って福袋に入ってるアイテムの数以上に購入紹介の動画いろいろ上げてるんで、まあね、プラマイゼロというか、もう余計、もうより一層プラスだと思うんですけど、はい、そんな感じでしたということで、じゃあね、これからもね、いろんな動画上げていくんでね、ぜひぜひ、楽しみにしてくださいということで、じゃあね、この18日の一本の動画はこれで終わりするんで、21日のね、今日の21日の動画も、お楽しみに待ってくれたらなと思います。ということで、ありがとうございました。